はい。酒好きな元新潟人の飯動画です。今回はですね、俺の大好きなカクテルを作りたいと思います。カクテル紹介。ジンと、こちら。これなんだっけ。ノイリープラットっていう、ベルモットですね。ベルモットっていう、まあ、お酒を使って、カクテルの王様だっけの、マティーニをね、作りたいと思います。作り方は簡単。実に簡単。まあ、ぶっちゃけて言うと、でかい目のグラスに、氷を入れます。そして、ジンを、45cc 入れます。そして、こちらノイリープラットという、俺が一番大好きなベルモットなんですが、こちらを、まあベルモットの、ノイリープラットのこれ1リットルのやつなんですけど、本当は750でもよかったんですけど、これしか売ってなくて。こちらを 15cc 加えます。まあ、デカめのグラスに、これを注いでですね。まあ、こんな感じで。混ぜます。まあ、ステアします。で、グラスに注いで、完成！こちら、完成です。これでマティーニの完成です。まあ、いわゆるドライマティーニといったところでしょうか。こちらのノイリープラットがね、ドライ。ノイリープラットの、いわゆるドライマティーニです。ドライベルモットです。では、乾杯。ノイリープラットのドライです。フレンチベルモットとも言います。こちらは、まあ、このノイリープラット、うまい！これがね、本当に美味しいんだわ。あの、ベルモットの中で最強にうまいんだけど、これ。ノイリープラットがね。マティーニはね、本当にね、このノイリープラットで作るに限るんですよ。うん。ノイリープラットは1813年、フランス南部、マルセイヤン生まれ。伝統的製法を今日も、守り続けている、数少ないベルモットです。オークダルニで1年間、太陽の下で、熟成、南仏の、夏の強い日差しが奥深い方向を与えます。その後、20種類以上のものハーブを丹念に漬け込み、延べに2年以上の歳月をかけて、卓越した味わいに仕上げられます。ノイリープラットドライは食前酒として理想的な飲み物であるだけではなく、カクテルの材料としても、また食、料理酒としても最適です。となってます。こちらはですね、まあ、ベルモットという、まあ、飲み物はですね、まあ、何かっていうと、まあ、簡単に言うと、白ワインの、
甘い白ワインですね。うん。甘い白ワイン。品名は、甘み果実酒となっております。アルコール度数が18度。原産国はフランス。で、なぜシェイクをしないかっていうと、ここでね、混ぜたでしょ。主に大体、カクテルシェイクとかするんですけど、なぜシェイクはしないかっていうと、こちらお酒です。で、ジンもお酒です。お酒とお酒だと、基本的に混ざりやすいんで、シェイクしなくてもいいんです。うん。なんで、ここでこうやって、ぐーっと、こうやって手で混ぜるだけで混ざっちゃうっていうので、これで出来上がる。ね。まあ、シェイクする必要はない。簡単。実に簡単。ぶっちゃけて言うと、ここにロックグラスにロックの、氷を入れた後に、これとジンとベルモット入れて混ぜれば、もうそれで出来上がりなんですよ。こんなの、このグラスいらないんですよ。で、このノエリプラットは、もう普通に飲んでも美味しいんですけど、まあ冷やして、ね、飲んでも美味しい。実に美味しい。ね、ベルモットです。まあアルコール度数18度ありますけど、まあ、そうっすね、全然、美味しいっていう。ジンに、まあちょっと、ジン3対、ベルモット1なんですけどね。マーティーニはね。これを4対1とかにしても美味しいです。うん、逆に、1対1とかにしても美味しいです。まあ、そこはね。人それぞれ。俺は久々に、マティーニが飲みたかったんで、これを買ってきたんです。1700円ぐらい。高い。ノイリープラットはちょっと高いですね。しかも1リットルもいらないのに1リットルを買ってしまったっていう、1リットルしかなかった。ほとんどマティーニしか使わねえから、もう本当に 200ml ぐらいのやつで出してほしいんだけど、これ750と1リッターのやつしかないから。ああ、うまいね。ちょっとベルモットが効きすぎてるな。逆にちょっとこれは、まあ、いわゆるショートカクテル、度数が高い。これ、度数35度ぐらいあるんで、まあ、酒と酒を混ぜたんで、40度のジンと、ノイリープラットが18度ですから、まあ、35度ぐらいなんですけど、ちょっと度数高すぎる。まあ、ショートカクテルなんで、ちょっとかなりきついんですけど、まあ、マティーニは、もうちょっとこれノイリープラットを加え、ベルモットを加えて、1対1ぐらいで飲めば、こんなんでこうやって、こうやってビヤーって混ぜれば、もうこう出来上がりなんですよ、ぶっちゃけ。酒と酒は混ざりやすいから。本当は、まあ、本当はっていうか、本当に、ガチのレベルになると、ジンに対して、これをベルモットを一滴とかにして、一滴しか加えないとかっていう、まあ、エクストラドライマティーニとか、なんですけど、俺の下になると、
エクストラドライマーティーンとかになると、一滴しか加えないって、もう味しないんですよね。これの、ね、だから俺は、基本的に、ノイリープラットが好きなんで、1対1ぐらいで、マティーニを作って飲みますけど。うん。やっぱ美味しいですね。まあ、あんまり、度数高すぎても、うん。きついんで。きついお酒を飲むとすぐ寝ちゃうんで。眠くなっちゃう。まあでも少なくとも、ベルモットはノイリープラット、まあ他にもベルモットって結構いろいろ種類あるんですけど、まあ俺いろいろ飲み比べた結果、やっぱりノイリープラットが一番うめえなって。マルディーニとか、マルティーニとか、あとチンザノぐらいですかね。まあ、そんなにないんすよ。ベルモットの種類って。有名なんだと、この3種類。この、ま、このノイリープラットと、チンザノってやつと、あとマルティーニぐらいしかないです。あ、全部飲み比べたっていうか飲んだんだけど。うまさとしては、やっぱ香りですよね。ノイリープラットは非常に香りが強い。うん。まあ、それが、いいか悪いかは別として、個人的にはやっぱ香りが強いのは、まあ、いいかな。うん。非常に、芳醇な香りが、ふわーっと、白ワインの方に、ふわーっとするんですけど。まあ、ぶっちゃけで言うと、このドライ。これはドライマティーニなんですが、これのノイリープラットの赤いスイートベルモットっていうのもあるんです。甘いやつ。これが赤ワインを使って、甘いやつなんですけど、それも確か飲んだことあったかな。だから、全部のベルモットでドライとスイートの2種類あるんです。まあ大体、スイートになると赤ワインを使ってるんですけど、まあそれも一応飲んだんですが、やっぱり、マティーニに一番合うのはやっぱドライなんで、まあ基本ドライマティーニは、マティーニはドライなんですよ。ドライマティーニを使う、まあドライベルモットを使うのがあれなんですけど。うん。うん、マティーニはね。美味しいです。本当に美味しいです。ジンをそもそも俺好きなんで。うん、まあ、レシピとしては、ドライジンが3対、ベルモット、ドライベルモットが1です。ジンとベルモットの割合が好みや、作るものによって様々である。もともとジン1に対してベルモット2程度の割合だったが、その後に、ドライなものが流行し、一時期はドライ、じゃあ、ベルモット1滴の中にジンを注ぎ込むといったエクストラドライマティーニも供されることがあったということですね。まあ、主にですね。この中に、オリーブを入れるんですけど。まあ、でも、オリーブは俺、まあ、どうでもいいかな。うん。
まあ、エクストラダライマティーニっていうか、そもそもマティーニっていうか、ショートカクテルっていうのは、こういう、これロックグラスなんですけど、主にショートカクテルっていう、まあ、度数が割と高めの、少量で飲むカクテルっていうのは、Y の字をした。ね。ワイングラスを Y の字にしたやつで飲むんですけど。まあ、俺はめんどくさいんで。うん。まあ、主にグラスは、まあ、どうでもいいです。グラスは100均のダイソーで、Y の字の、カクテルグラスが売ってるんで、それを、まあ、ショートカクテル用のね、Y の字グラスが売ってます。まあ、それをね、本当に関係ないけどね、ダイソーの、に売ってるグラスは全体的にもうクオリティがめちゃくちゃ高いんで、ほとんどカクテルグラスとか、まあ、カクテルとか、ハイボールグラスとか、あと、まあ、そういったケースとかね。あれは本当に、本当に、ダイソーで全部揃うぐらいの、レベルのクオリティがあるんで、ダイソーはやべえっす。ダイソーグラスに関しては本当にクオリティ高いんで、本当にやべえっす。こんなの100円で売っていいんかっていうレベルの。ネットで買うとね、こんなグラスとかさ、普通に1000円超えるじゃん。だけど、謙遜ないクオリティのやつ、むしろそれよりがすごいんじゃないかっていうね。パインドグラスとか、あと、コリンズグラスとかさ。ロックグラスはもちろん、薄張りグラスなんて思ってる。すごいですよ。本当にダイソー本当にグラスに関しては確実にこれ赤字だろうなって思うんだけど。俺がおすすめするダイソーのグラスとしては、薄張りグラスの、薄いグラスね。うん。まあ、これも一応薄張りグラスなんだけど、まあ、薄めの、厚くなくて、これが薄いやつね。そこのやつも、そこも薄いやつ。そこも本当に1センチ未満のやつ。で、売ってる、なんていうの？タンブラー的な、タンブラーでもないのか。タンブラーよがちっちゃいから、コリンズグラスとか。コリンズグラスあたり。が、本当におすすめです。俺は。本当に。で、俺コリンズグラスとか適当に、とか言ってますけど、普通にコリンズグラスとか言ってますけど、コリンズグラスってなんだか分かってないっていう。煙突系でタンブラーグラスよりも細い。ああ、そうっすね。一般的なコリンズグラスの容量は300から 410ml。だそうです。ああ、細いグラスね。細いグラスがコリンズグラス。まあ、あと、コリンズグラスとか、あと、そうっすね。そんな細いやつは売ってないかな。でも、タンブラーあたりで、薄張りグラスみたいな、薄いグラス？本当にこんぐらいのさ、めちゃくちゃ薄いグラスあんねん。こんぐらいのやつ。俺持ってんだけど、それダイソーで買ったんですよね。あれ100円とは思えない。んですよ。本当にクオリティが高い。本当にグラスに関してはダイソーで揃えた方が初心者は本当にそれでいいと思う。初心者はそれで揃えて100円で揃えて、
た方がいいと思いますね。ロックグラス、コリンズグラス、あと、なんだ、ハイボールグラスとか、うん、そこら辺はもう、全部ダイソーで揃えた方が確実にいいですね。3倍、4倍、5倍ぐらい、5倍、6倍、10倍ぐらいのね、あれはある。10倍ぐらいのね、普通に1000円とかで売ってるからね。こんなゴミみたいなグラス、これ500円ぐらいで買ったんですけど、こんなの普通に100円で売ってるからね。これだけで 5倍ぐらいです。で、コリンズグラス、薄張りのゴリコリンズグラスとかロックグラスとか、タンブラーグラスとか、タンブラーとかになると、普通に100円で売ってるからね。普通に1000円するだろうっていうレベルのやつが、100円で売ってるから。どんだけだよって。俺は思います。本当にダイソーの薄張りグラスに関しては本当にやべえ。タンブラーとか、薄張りのタンブラーだぜ。これ、見てみ。これ。このグラス。この底の部分あるでしょ。まあ、この横の薄さはまあいいとして、この部分、一番底の部分、だいたい指一本ぐらいあるじゃん。これ。ほら。ほら。見てみ。指の 0.5 本分ぐらいしかないでしょ。こういうのが、まあ、いわゆる薄張りグラス的な感じの、あれなんですけど。これが普通にダイソーだと100円で売ってる。ダイソーやばいぞ。マジで確実にあれは逆ぼったくりに来てる。確実にやばい。ということで、甘みは、そこそこ、香りはそこそこ、視界は、貝っていうか、これカクテルだからな。貝もクソも出ないけど、自分で揃えてやるね。まあ、これおすすめっすね。ということで、3344です。ご視聴ありがとうございました。